今日のアジアは投資を牽引し、中国、韓国、日本、インド、そして ASEAN の経済成長によりその勢いを加速するグローバルリーダーといえます。アジアは35億人超の人口を有しているだけでなく、より重要なことに全世界 GDP の 32% を占めているので、その中心に位置するタイは、北は中国から南はインドネシア、東はベトナムから西はミャンマーに至るまでアジア経済を結びつけるハブを形成しています。タイはまた ASEAN 経済共同体 AEC の戦略的中心に立地し、すでに域内の生産、貿易、輸出、輸送のセンターとして機能しています。さらにタイは世界でも経済成長が著しいと言われる CLMV 諸国、すなわちカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムといった国々に隣接しています。そのためタイは間違いなくASEAN域内で最も投資に適した国といえます。タイランド 4.0 に向け施策を推進してきたタイにとって、東部経済回廊、すなわち EEC への取り組みは重要な転換点です。 EEC の目標は、完成度の高い近代的な経済特区を構築することで、未来の新しい都市としてアジアへのゲートウェイを実現することにあります。過去30年以上にわたり、タイの東部海岸地域、すなわちイースタンシーボードは、タイ経済の中核として世界中から貿易と投資を誘致しています。イースタンシーボードは石油化学投資においてアジアのトップ5に位置づけられている域内有数の主要な工業地帯です。さらに自動車産業や電子産業においては、統合新海港と最新施設を活用した重要なグローバル生産拠点となっています。加えて同地域は製造業にとって不可欠なエネルギー資源と原材料に恵まれ、 ASEAN 地域における専門家と熟練労働者の重要な供給拠点でもあります。今後のアジア経済を牽引する最も適した地域として、 EEC はまさに投資にふさわしい地域なのです。タイ政府はイースタンシーボードでの成功を踏まえ、それを発展させる形で EEC 構想を打ち出したのです。 EEC は約1万3000平方キロの面積に及びます。同地域では未来の工業センターとなる準備が進められているほか、世界有数の多国籍企業にとって地域統括本部を設置する理想的な環境があります。タイは新時代においてアジア経済の中心として飛躍することを目指しています。進行中の開発計画の下で、輸送網と物流網の拡充が進められています。航空輸送の開発計画では、ウタバオ空港の近代化を含む既存滑走路の拡張、旅客用及び貨物用ターミナルの新設が予定されています。手厚いサポート体制と運転により、ウタバオ空港はまた最先端の航空機 MRO センター及び航空関連産業の拠点としての整備が進められています。既存のドンムアン空港、スワンナプーム空港との連結により、ウタバオ空港は相乗効果のあるネットワークの完成に寄与します。これによりタイはアジアの航空ハブへと変貌を遂げるのです。陸上輸送開発には、高速鉄道及び鉄道複線化、高速道路の拡張計画が含まれます。2020年までに国内全土の工業地域と3つの新海港、3つの国際空港が結ばれます。海上輸送の開発計画は次のようになります。コンテナと自動車の主要貨物港であるレムチャバン新海港には、年間1800万 TEU のコンテナと300万台の自動車収容能力を確保する拡張計画があります。拡張後のレムチャバン新海港は世界貨物港ランキングの15位に入り、インドシナのゲートウェイとして機能することが期待されます。マプタプット工業港のフェーズ3においては、液体貨物や天然ガスの輸送向けに開発が計画されています。これらはエネルギー生産や最先端石油化学工業にとって重要な原材料となります。3つ目の新海港であるサタヒープ商業港においては、施設のアップグレード化と近代化に取り組んでおり、国際クルーズやフェリーの港として利用される予定です。また
この地域で成長している造船業やオフショア石油陸事業に対し国際基準を満たした収容力の増強を進めています。さらに新設されるフェリー港は主要な観光地を結び、今回初めて台湾の両岸を接続することになります。それにより EEC は域内において最も高度な輸送と物流のハブになることが期待されています。 EEC はタイの先端産業のハブ化と商業ネットワークの統合の要です。持続的経済成長を導く原動力として10の重要産業が奨励されます。次世代自動車、スマートエレクトロニクス、先端農業、バイオテクノロジー、食品加工と観光業への技術の導入を通じ無限の潜在性を有する5つの既存産業のレベルアップが可能となるのです。産業用と一般用、それぞれにおけるロボットおよび機械産業、 MRO センター、飛行訓練場を兼ね備えた総合航空産業は宇多葉空港を基盤とします。総合健康センターを含むメディカルハブ、そして主にバイオ化学とバイオ燃料からなるバイオエコノミーがあります。マプタプットの石油産業をはじめ未来産業の発展においては国連の持続可能な開発目標に準じてグリーンテクノロジーを取り入れていきます。タイ国内の海港と空港周辺に自由貿易地域の設置を予定しています。そしてグローバルビジネスハブへと発展していきます。多国籍企業の国際統括本部、国際貿易業、財務センター、地域研究開発センターを誘致する目的で税制上の優遇措置や財政面の恩典が付与されます。ハード面のインフラを充実させることで観光や健康産業に関するソフト面についても向上させていきます。これらによって投資家、専門家、外国人スタッフ及びローカルスタッフにとって生活の質の向上が図られます。国際標準に準じた近代的都市計画に基づきチャチュンサオ、パタヤ、ライオンの開発並びに新都市の開発が進められています。この中では生活の質の向上とともに現地の文化と公共設備の利用環境との融和が目標となります。 EEC は真のワークライフバランスの実現にも取り組みます。 EEC の開発は憲法が規定する20カ年国家戦略にも記され、タイ史上初めて地域開発に主眼を置いた EEC 法の下で管理されます。これにより合計450億米ドルの公共投資、民間投資の継続を確保します。この法律及び施行された特定産業競争力強化法により、 ASEAN 域内において最も厚い温泉パッケージの提供が可能となります。また規制緩和とワンストップサービスセンターの設置、進行中の改革により事業展開における容易さを最大限拡大します。また戦略的に重要性の高い投資プロジェクトは特別補助金制度から追加支援を受けることが可能です。 EEC 未来への投資に最も戦略的な地域、 EEC 未来の新都心、アジアへのゲートウェイ、 EECアジアの新しい経済ハブとして世界中のあらゆる投資家の皆様へ確かな将来を約束します。EEC 東部経済回廊、アジアへのプライムゲートウェイ。